こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、モテる男性のタイプ別アプローチ方法についてお話をさせていただきたいと思います。モテる男性っていうのは何をしているかっていうと、女性に対して必ずヒアリングをしていることがあるんですね。それは何かというと、女性にこう男性にされてどんなことされたらドキッとするって聞いてもらいたいんですよ。そうすると女性は、こんなことされたらドキッとするなみたいなことを言ってくれるので、それを次回やってあげる。そうすると女性は、まあ、同じことされるからドキッとするわけですよね。で、聞いたことをやるっていうのは男性は結構こう敬遠しがちっていうから、なんか言われたからやってるんじゃないかって思われるのが嫌だとかね、そういうふうに思いがちですけれども、女性がドキッてすることをやってほしいって思ってます。なのでそれを聞いた上でやってあげる。そうするだけでね、女性の心をグッとつかむことができますので、ぜひやってみてください。ではですね、LINE、メルマガから、動画の方をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。あと LINE のお友達募集してます。こちら毎日違うことをつぶやいてますので、楽しみにしててください。メルマガ、 LINE、 そして LINE、YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。